皆さんこんにちは、マサでーすって感じでね、またやっていきたいと思うんですけどもね、やってきましたね。今期のね、夏のね、一番の映画のホラー、ジャパニーズホラーの僕おすすめかもしれません。このサユリっていうね、映画なんですけども、この夏恐怖が覚醒する進化系最強ホラー誕生って、見せてやる極上の地獄をってね、出てる方はね、あんまり知ってる方おられないんですけどもね、まあ、北郎さんとかね、あとこれ右左のこの男性の方は、これなんていう方かな、あんまり詳しくなくては申し訳ないんですけども、詳しくなくてね、申し訳ないんですけども、これ右の方はね、女優の根岸キーさんかっていうのかな、の方だなんですけども、それ真ん中にね、このサユリ、これがサユリだと思いますね。怖いの、怖いな、怖いなーっていうのね、顔だけがちょっとね、ボケてね、全体像は多分幼い女の子とは思うんですけども、8月23日から全国公開でーす。これね、またイラストのポスターとかもらえるみたいですけどもね、発売中って書いてあるの、もらえへんのか。1枚600円でね、まあいろいろあるんですけども、後ろにはね、こういうね、鬼太郎さんが笑ったりね、そんなに言うほど怖くはないんですけどもね、だんだんこのちょっと怖い、驚いてますね。この全体写真とかもちょっと不気味ですね。これ最後ちょっと怖いネギさんがいてるんですけども、これストーリーを言っていきますと、まあね、夢の一戸建てマイホームに引っ越してきた、神木家、神様の神に、樹木の木ですね、神木家。しかし家族7人の幸せな時間もつかの間、どこからか聞こえてくる奇怪な笑い声とともに一人ずつ死んでいく家族。中学3年生のノリオっていうのかな、ノリオは同級生の隅田に突然話しかけられ、気をつけてと言われる始末。そんな神木家を恐怖のどん底に突き落とす呪いの根源は、この家に住み着く少女の霊さゆりだった。次々と起こる不可解な現象の中、ついにノリオに謎の少女が近づいてくる。その時パニック状態に陥るノリオの前に現れたのは、認知症が進んでいるはずのばあちゃんだった。いいか、わしら二人でさっきのあれを地獄送りにしてやるんじゃ、復讐じゃ。こうして残されたノリオとばあちゃんによる壮絶な復讐劇が今始まる。あ、もう家族、ばあちゃんとノリオだけになってるみたいですね。あとみんな、5人はもう亡くなってるみたいなんですけども、新たな最強傑作が誕生。少女の霊が怒りを呼び、壮絶な復讐劇が幕を開ける。おそれにここで、少女がこれから家の中に出るみたいですね、こうやって。怖いなぁ、怖いなぁって感じなんですけども。そして、これはですね、最高傑作と呼ばれる人気ホラー映画、さゆりがついに実写化、映画化。ホラー漫画か。漫画があるみたいですね。それが、映画化されて、従来のスタンダードな J ホラーから、新天地のね、予想外の、異例な、ホラーに、なったよっていう感じですね。なんか復讐するみたいですね、ばあちゃんとこの孫の子供がね。これはとても楽しみなんですけども、もう一枚のフライヤーにはこういう風にね、不気味な家がね、あるんですけどもね、夢の一戸建てに引っ越してきた神木家、家族7人の幸せの時間もつかの間、一人ずつ死んでいく家族、どこからか聞こえてくる奇怪な笑い声、この家には何かがいる、とても反射してますけどもね、なんか顔に見えるの3点があったら顔に見えるって言いますけども、ね、この辺がでもなんかちょっと怖いな怖いなって感じでね、顔に見えるところが、この辺がでもなんか顔に見えそうですね。なんか怖いですね。怖いですね。あ、ここいる。サヨリがいた。俺サヨリいてましたよ、ここに。ここにいてます。ちょっと見た目はね、サヨリです。ここに。ここにいてます、サヨリが。みんな死ねば、恐ろしい子ですね、この子。
何があったか知れませんけどもね、さゆりにもいろいろ事情があると思うんです。だからね、ばあちゃんとノリオ対さゆりのね、この復讐劇、ほら、とてもなんか結構注目してるんですよ、僕これ。面白そうかなと思って。そしてもう一個はね、これはどうかな、ホラーではないんですけど、サスペンス系ですね。これは岡田さんですね。岡田さん、まあ、朝ドラとか出てますけども、今ね、2024年夏、これ、それで満島さんね。満島さんのこのラストマイルってやつね。これもなかなかね、面白そうかなと思って、これもね、チラシもらってきたんですけども。これはね、どういうお話かと言いますと、これはね、ある日届いた荷物は爆弾だった。日本中を震撼させる4日間。これはね、よく今、よくアマゾンとかいろんな配送センターありますよね。その通販の。そこでの話ですね。そこで、起こったパニック映画みたいな感じなんですけども、これもね、ホラー苦手な方では、ね、こういうのはどうでしょうかね。結構ね、サスペンス系、サスペンス、そうですね、アクション系かな、そういうのもね楽しいと思います。はい、いろんな映画を見てね、またね、暑い夏をね乗り越えていきたいと思うんですけども、そして映画はね、話はこの辺でね、シャッフルリコちゃんと今日の吉岡リコちゃんをやっていきたいと思います。はい、で今日の吉岡リコちゃんはですね、どこ行ったかな、今日の吉岡リコちゃんは、ちょっと待ってくださいね。今日の吉岡リコちゃんはこちらですね。はい、ファイルから出しますよ。こちらです。はい、今日の吉岡里帆ちゃんこちら。こちらはね、さゆりとね、何も関係ないんですけども、なんちゅうかね、このね、口角がキュッと上がってる里帆ちゃんをね、ちょっとご紹介したかったからね、これをご用意させていただいたんですけど、この口が可愛いんですよね。これをね、今回はね、ご紹介しようかなと思ってね、スタンバイしてたんですけどね、そのファイルはどっか行きよって、困ったって、困る姉妹なんですけども、とてもね、全体的にはこんな感じですけどもね、見ていただきたいのはね、この口のところで、この顔ですね。見事ですね、この美しさはね。まあね、映画のやつとは関係ないんですけどもね、たまにはね、こじつけじゃなくて普通に紹介したいやつもいいかなと思ったんですけども、そしてシャッフルリホちゃんですけども、シャッフルリホちゃんね、やっていきたいと思います。でまたね、いっぱいだんだんシャッフルリホちゃんもね、またね、こうにこうまた増えてますからね、またね、いろんな1枚ずつねご紹介していきたいと思うんですけどもね、これまたね、今日のは何が出るかなーって感じなんですけども、さっきの怖いのをね、吹き飛ばすような可愛いリホちゃんが、ね、出てくれたらいいんですけども、これはね、前出たかな、これ。だけどちょっと似た感じやけどもね、これは多分出てないと思うんですよ。このね、上が紫で、下がこのちょっと色が、ちょっとね、リホちゃん間違っちゃったって感じのね、水着なんですけども、だけどこれ多分ね、合ってるんですよ、これで。このリホちゃんの水着でーす。はい。とてもね、こちらも口角がキュッと上がってね、可愛いですね。どうでしょうかね。これが今日の吉岡里帆ちゃんです。これ多分ね、よく似たシリーズ、このシリーズで、前1枚かご紹介したと思うんですけども、これは確かなかったと思うんですよね。だからね、結構ダブりなしで今着てるからね。新しく買ったやつでね、まだね、まだ上下がなんか、ご紹介したのとまだね、入れ替わってたら申し訳ないんですけどもね、もう20枚のやつゲットしたんですよ。それで今ご紹介してるんですけども、多分ご紹介、さっきしたやつ、撮ったやつね、多分、アップしてると思うんですけどもね。まあね、それとりあえずこの今日の吉岡里帆ちゃんこちら、それで今日の吉岡里帆ちゃんこちら、それでシャッフル里帆ちゃんこちらね、この二人の里帆ちゃんに囲まれながらね、これね、これをやっていきたいと思いまーす。はい、まだまだ出ませんね、ペラペラ怪獣、ペラ怪獣ね、また男の子用をねちゃんと買ってきたからね、これでまだね出してねゲットしたいと思うんですけども、最近ね笛が、駒がね、出たら嫌だから嫌なんですけども。大体これ音でね、なんか音が消えたぞ。あれ
中入ってへんのかな、入ってるやろ、そんなバカなね、入ってました。やっぱり思った通りですね、コマでした。うん、今度は青のコマです。はい、とりあえずコマはね、一回コマ出たらコマ回すっていうのがね恒例ですからね。うん、まあ、だんだんこれ増えてきたんですけども、うん、増えらむでね、うん、ああ今日は今回もあかんかったかと思ったらね、ところがギッチョンチョ、そうはいかの金玉ですね。もう一個買ってきました、ドンって感じでね。うん、ここにもう一枚ね、もうここはそろそろもう一個出てほしいね。どんなんでもいいんですけどもね、うん、これ出やへんかったらね、そのうち僕開けてきますからね。うん、あ、これ途中でこれ音が消えるのね、こう駒のようなこのカラカラ感、嫌なカラカラ感ですね。これまた駒ちゃうかな、これ。うん、しかも同じ色、全く、うん、双子ですね。もう双子の駒が出ました。まあ今回はボロ負けですね。うん、しかも回らないと来てる。うん、ああまた駒ですね。フエラムネって言ったら駒なんですけどもね、こう色までも一緒という、うん、今回はまあ仕方ないですね。うん、これは多分サユリの多分呪いですね。怖いなー怖いなーって、まあサユリのせいにしときましょうかね。うん、という感じでね、今回はねこのホラーのね怖いこのサユリのね映画のね大体ご紹介でした。うん、これまたね多分楽しいというかね、うん、ホラー好きの方には結構もしかしたらまだね外れる、またね残念ってなるかもしれませんけどもね、うん、まあ新感覚というところに期待したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではマサでした。バイバーイ。